ウエストもオカリンです。本日はイカ VS タコ企画第4弾、みんなが大好き伝言パブロのお時間でございます。はい、というわけで私が今回は1番、順番ね、何番やったかな。オカリンチームはオカリン、イオリン、クラクラ、ミスイですね。ミスイさんが一番最後。ほんで第1番のお題はスプラトゥーンのタコです。はい、タコ、タコね、俺を見て書けばいいんやろ自分見て書いたらいいんやろ。うわ、タコチームめっちゃ有利、タコめっちゃ有利や。オッケー、いくぞ。残り5秒でスタート。さあ皆さん持ち場につきましたか。書きますよ。はい、書きます。よいしょ。あ、ミスった。ちょっと久々やからさ、勝手が分からへん。こうやろ、ほんでこないしてこうやろ、ほんで反対側にこうやん、ほんでこうやん。どう目つけよ。ポンポン。オッケー。カモン。え、完璧じゃないこれ。完全にタコなんだが、のイオリの完全にタコやのって。自分見たらいいからな。相手チームかなり厳しいんとちゃうか。そうそう、最初は壁に向かってそうやってやるのがね、大事なんよ。お、考えてる。さあここから、ほんまに見てんのが面白いからね、伝言パブロ。なるほど、俺向きに書くのか。おっと、うん。なんで真ん中すごい。え、あ、なるほどね、ここが頭か。なるほど。あ、もう一瞬で分かった。クラクラ君一瞬で分かりました。なるほど、ここが頭やと思った。そういうことね。さあ次、クラクラ君3番手が書きます。ミスティさんにうまいこと伝わるのか。相手はまだ2番目って感じでしょうか。3番目は書き始めていませんね。さあ、おや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 、あ、向こうが頭やな、これ多分。目描いたらわかんねん、最終的に。じゃ、目描いたら、生き物は目描いたらわかんねん。どう？目描くんちゃう？行くで、スタンプ押すで。目のスタンプ、はい、ポン。引きずって戻る。引きずって戻る。めっちゃ怒ってる。眉間にしわ寄ってみたいになってる。わ、これきついんちゃう？うわ、もう取り返しつかへんやん。左目やたら長い。さあ、ミスティさん、これうまいこと伝わるのか。いや、厳しいぞ。目失敗したからな。いや、無理やわ。俺やったら無理やわ。お、ミスティ、わかった？さあ、書き始めました。おっと、相手は今のところ3番目。なんとなく、こっちから見た感じ、うまいこと伝わってそうですね、相手は。お、これタコなんじゃない？ほら、最後めっちゃ簡素に書いたけど、足3つある。足3つある。ミスティさんが今、いや、まだですね。まだ記載中ではありません。相手チーム4番目来てますよ。おっと、逆に相手の方から先に言われました。相手チームタコです。うまいこと伝わりました。ミスティウサギあれ、ミスティウサギになりました。あれ、おかしいな。はい、正解はタコということで。あれ、どこでウサギになってんやろ。前回ウサギありましたけれどね、これが耳になったんかな。ちょっと敵チーム見に行きましょうか。まず1番からね、見に行きましょう。はい、敵チームの1番。なにこれ。え、チミ毛量。あ、ここは多分職種なんやろうな。やっぱ時間ない。ちょっと2番目は、あー、え、クラゲにも見えへんことないけどね。普通のスプラトゥーンの水色のクラゲに見えるね。こっからようタコって見つけたね。あー、ここか。敵の3番目が、え、でもクラゲじゃねえこれ。ほんで4番目はこれ、あ、これタコやね。うまいことタコになってると思います。それでは第2戦行きましょう。いつも通りオカリンが次4番ですね。いや、まさかそこでウサギになるとはね、誰しもが思ってなかったですよ。今回はどんな絵が飛び出てくるのか、行きましょう。はい、始まりました。今のところタコチームがいっぱいですんでね、ここでちょっと1点取っておきたいところ。お、かなり1番手が長いですね。まあ、前回ね、ハートとか、まあ、前々回では星とかね、一筆書きで終わっちゃうものがあったんですけれど、今回は一筆書きじゃないものでお願いしますってね、言ってやるんですよ。だからもしかしたら難しいんかもしれん。さあ、敵チームも今のところ向こうに待ってるから、結構難しいんか。もし、どうするよ、虎とか書かれてきたら。むずいってそんな、ライオンとか出てきたらどうすんねん。見て、一瞬で読み取ったね。ということは、俺らの方が早いんちゃう今。OK、今同点ちゃう今。降りてきたんちゃうちょうど。OK、頑張れ。今同タイムです。さあ、最初の馬車がかなりきついが、何やら山ができた。カエル？いや、違うな。卵？え？
え、俺知ってるもんこれ。うせやん。え、うせやんこれ。なにこれ。モクロ？ポケモンのなんかひよこみたいなやつおるやん。え、なんやこれ。え、マクドナルドではないやろ。丸に M。丸に M ってなんや。え、向きは？向きこう。いや、向き、うん？確かにこれを悩むな。ちょ、卵の殻、ひよこ。あ、ひよこや。頭に殻かぶったひよこや。オッケー、ナイス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 。わかりました、わかりました。いきますよ。まずは、丸でしょ？ほんで、丸書いて、M か。M を書いて、頭にひよこの殻かぶってます。で、口書きます。オッケー。完璧ちゃう。はい、俺の方が早かったです、今のところ。卵の殻かぶったひよこ。相手チーム。ぐちゃぐちゃやん。塗り絵ちゃうねんで、これ。塗り絵違いますよって。さあ、相手チームはどんな答えが出てくるのか。はい、相手、玉ねぎの目。え、マイナーすぎひん、ちょっと。めちゃめちゃ攻めてるやん。え、どうなん答えは。一番はちなみにこれ。正解はスイカでした。え、うせやん。あ、なるほどな。半月か。なるほど。切った後のスイカってことか。あー、ここでちょっとぐちゃったな。うまいこと、半円っていうの、半月をかけたら、伝わってたって感じですね。ここじゃもう丸になってもうたもんな。切り取られたスイカからも丸に復活してもうたもんな。ほんで相手チームはもうここでもわけがわからない。ほんでここでもちょっとわけがわからなくなってる。ちょっと相手の1番、あ、1番見たい、1番。ちょ、どけろ、1番見たい、1番。あー、なるほどね。普通の丸のスイカを書いたわけだ。これはわかりそうな気するけどね。早速面白いものがどんどん出てきてます。はい、それでは早速行きましょうか。いやー、俺さっきの絶対ひよこや思てんけどな。あそこから俺ひよこにつなげたらなかなかすごいと思うねんけど、みんなどう？すごいよな。というわけで今回はオカリンが3番目です。こっからタコチームが2連勝できればタコチームの逆転勝利で有終の美を飾れます。はい、始まりました。はい、ミスティさんがやってきました。じゃあ頑張って読み取るぞ。まずはさあ、初手どこに書く。お、悩んでる、どこに書こう。絶対バシャってそこでやっちゃうんな。お、めちゃめちゃ隅っこ。ん？文字かこれ。なーじゃないこれ。これ絶対やるやん。こっちから見てなーやろ。オッケーオッケー、任せろって。今回はオカリンチーム勝てそう。まだ相手いってないよね。いくぞ、任せろ。よし、こうやろ。こうしてこっちからか。向きが悪い、向きが悪い、非常に向きが悪い。オッケー。こうしてこうして、あれ、なってどんな字やったっけ。あれ、な、ちょっと待って、ひらがながゲシュタルト崩壊した。ひらがながゲシュタルト崩壊した。待って、こうやろ。ここでこうやん。これでなーちゃう。これなーやん。オッケーオッケーオッケー。ひらがながゲシュタルト崩壊するわ。さあ、イオリン選手、これが文字だということに気づいているのか。もうちょっと、もうちょっとここ伸ばす。もうちょっとここ伸ばそうか。オッケー、これでいいんじゃない。敵チームがもう相手が書き終わっちゃう。イオリン完全にな、これ完全になやから、頑張って。完全に思考停止してる。完全にイオリン思考停止や。どうしよう言うて、全然わからへんわ言うて、もう回るしかないわって、頭もパニックぐるぐるパーやわーって。さあ、相手チームがもう書き終わろうと、あー、敵チームこれは完全になーだと気づいている様子か。まだ相手チーム書いてないです。 DM に答え書いてないです。あ、これなーなんじゃない。お、伝わったんじゃないこれ。頑張れイオリン、今イオリンが書いてます。なーとイオリンが来ました。さあ、相手チームはどうしたんでしょうか。パブロを高く掲げてフリーズしております。お、相手ひらがなのなーと来ました。お辞儀しております。というわけで今回はおそらく我々の勝ちなんじゃないですか、タコチームの。はい、ひらがなのなーということで正解でした。我々1ポイント獲得です。お、1人目のなー綺麗なんじゃない。いいや、俺最初左って感じかなとか思ってんけど、鏡文字だしおかしいなー思って。うん、ここのなーも綺麗ですね。はい、敵チームは綺麗に名を変えております。ここの名がちょっとね、難しいですね。よく読み取りました。
わえらいちっちゃいなーやなーめちゃめちゃ謙虚、めっちゃ謙虚ななーがおるわ。はい、相手のショットも綺麗ななーですね。次行きましょう。それではラストの試合行きましょう。今のところ1勝1敗1引き分けで、この試合勝てばタコチーム優秀の美勝利です。行きましょう。今回一番手はミスティさん、行きましょう。どんな絵が来るのか。はい、始まりました。オートミスティが固まっているが、さあ、さっきから緑ばっかやな俺、全然色変わらへんやん。もうこれは文字臭いぞ。100文字やな。海ちゃうこれ、さんずいへんやろあれ。まず小学生には難しいんちゃうか。小学生おるか知らんけど、この中に絶対海やってこれ。いやそれはむずいわ絶対むずいわ。え、海じゃない。ん、あ、海やなやっぱり。オッケーオッケー。で、あの狭い場所でかけるかって言われたらかなりきつい。海、今回はゲシュタルト崩壊なしで OK。 完全に余裕でわかります、余裕でわかります。いくよ。ここ狭いねんな。でもちょっと2番手が、まず三髄編からいくか。 OK、 三髄編、チョン、ちょっとちっちゃくいこう。チョン、よいしょ。ほんでここ羽、この羽大事やから、この羽が採点の基準になるから。ほんでこここうしていいみたいなやつ書くんやろ。あっかん、あっかん、くそ、あっかん。ここちょっとグだった、ここちょっとグだった。よいしょ。ほんで今から四角を書きます。四角、よいしょ。いやマジでむずいな最後のお題鬼畜やな。オッケー。ほんでここ伸ばす、最後ここ田んぼの田やんな、田んぼの田。オッケー。ほんで田んぼの田にしていいんじゃない。これ綺麗に埋めかけたんじゃない。これは伝わるでしょう、ヨリンちゃんね。もう行っていいで、伝わったやろ。行っていいと思うわ。いやこんな簡単やんね。書き順見てたらほら海やん、どう見ても。ちょっとあそこ具だったけどの、ほら、オッケーオッケー俺の圧力によってヨリンが分かった。さあ相手チームはまだって言った感じでしょうか。さあまずは三髄、書き順大事やからな、書き順。はいはい、そこでまず三髄編書く。そう、書き順がヒントになったりするから、できるだけ難しいお題はヒント多めでね。あ、上すぎるんちゃうかそれあかんあかんお、四角からさっき書く作戦か。はい、これで四角を書く。書き順なんぼなんこれ。 1,2,3,4,5,6,7,8。 この四角を一筆で書いたとして8画。うわっと、これはかなりきついんじゃないか。最後はクラクラしい。ここをうまく乗り越えられるかここをうまくいけるのか。おっと、クラクラし読み取れた。これを最後いけるのか。相手チームはまだ3番目。ここをかければ我々の勝利。うん、なんか怪しいぞ、クラクラの動きが怪しいぞこれは。待て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 そんなにでかい四角はないんじゃないか。毎秒の前の下側みたいなところな。いやでもこれちょっときついな。上のあの E を横にしたみたいなやつがな、ちっちゃいからな。いやこれ完全に絵描いてるわ、クラクラ完全に絵描いてもうとるわこれ。お絵描きしとるちょっとやけになった、ちょっとやけになってるやんもう完全にやけになってるもうええわってな。あ、もうええわ、やってられるかわかるかってな。うせえやんこれで完成さあ答えは何なのか、逆に気になるな答えが。答え、タルタル装置タルタル装置ってあれな、オクトエキスパンションのなんかラスボスやったっけ、あの電話のやつ。あ、これ電話書いたんか、なるほどね。ちなみに多分違うと思います、海だと思います。さあ相手チーム、おそらくこれは海ではない、完全に星を書いてやがるこいつ。どこでそうなった、どこで海が星になんねん。いやこれ多分三髄編いけてる。時間がないぞ、時間がないぞ。多分これ分かっ、時間がないから星になったのか。流れ星、あ、なるほどな、なる、あ、相手見れへんかった。あ、ここで見るか。あ、相手チーム海、あ、3番目でちょっと流れ星っぽいね。うん、な、あ、流れ星っぽい、これで見れるね。というわけでラストは引き分けということで、第4回イカ VS タコ企画は引き分けという結果に終わりました。というわけでまた次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。やっぱり伝言パブロは楽しいな。